が 9.875 で、中国のリーリーが 9.875 で日本の小菅と同点優勝、それ以上ですと単独優勝ということになります。本作で入りました。昨日の個人総合で優勝を飾っています。中国のリーリーは16歳、141センチ34キロ。攻めてきます。非常にキレがいい。このリリーはアジア大会で段違い平行棒金メダルに輝いている選手です。昨日の個人総合ではこのゆかは 9.825 でした。抱え込んでダブル。リリーもまた大きな失敗はありません。さてどうでしょうか。素晴らしい出来でしたね、はい。